はいどうも皆さんこんにちは、長井です。本当ね、はいどうも皆さんこんにちは、長井です。今回もホットラインマイアミ2ロングナンバーの方やっていきたいと思います。よろしくお願いします。やっていきましょう。はい。新しいメッセージが一件あります。ダンね。どうも、ブッシュ&クロマのダンです。いかついな、花屋さん。お願いしたいガーデニングの仕事が住宅街にあります。ノースウェスト66番通りの古い素敵な家です。すぐに見つかると思います。やることはとても簡単です。行けばすぐにわかりますよ。いつもの制服を着て行ってください。ガチャ。やっていきましょう。ブシューということで。いやまた辛いミッションなんだろうね。ハウスコール。19。あ、犬がいるよ、また。で、ここは打撃系しかいないけど、ガラスがあんのか。ねえ、お前。サンキュー。あ、やばい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 。そういう系か。そういう系男子か。そしたら、どうすんだよ。どうすんいいの。ちょっと待って、画面の外から撃ってくるのってさ、ゲーム的になしだと思うんだけど、俺絶対それまでいけないと思うんだよね。ゲーム的にあってはならぬ現象だと思うんだけど、どうなんでしょうね、そこんとこどうなってるんでしょうね、本当に。だって画面の外だったら用途しようがねえもん。もう邪魔バカ、ドアに当たるな。来い。犬も来る。あいつが、後ろ向いた隙に、あ、全部ガラス。全部ガラス。したら、どこ行きゃいいのよ。一回バレるか。で、一回バレて、こっち、よこせばいいのか。よし、マイアミ的に考えろ。したら、もうここでは行けるから。オッケー。マイアミ的に、マイアミ的に。来い。来てくれ。誰かしら来い。おい、バカバカ、もう、犬でいい、犬でいい。おい、ドアに当たんじゃねえよ。で、誰か来い。オッケー。バカそこに立つな、もう。当たる位置にさ。よし。で、これまた誰かしら呼んで、お前だって。おえで、またドアに当たる位置に立ち上がって、おめえらは本当に。バカの極みだな、本当に。で、こっち行って、下にもいるから、マジ呼ぶしかねえな、これ。気絶アクションみたいなのって結構時間かかりますからね。それが怖いんだな。よし。したら、あと一人か。絶対外すなよ。わっ！オッケー！オッケー！ホゲッ！やべ。無理ある、無理ある。まずおめえが。オッケー。どうも、バカ。お前よ、なんで反応しない、コントローラー。もう呼吸整えて、オッケー。お前ここにかけるよ、バカーン画面の外はなしだっちゅうけに、お前クソ野郎、ほんとに。まずここでちょっと休ませて。バカーオッケー。オッケー。あいつか。オッケー。
こっちの部屋行けるかな。行くしかない。うわー、ショットガンがいた。しかも、もう嫌になる。撃っちまおう。アウト。やめとこう。あ、でも行けるかな。気づいてない？マジか。いいぞ。一発。いいね。あいつにバレよう、一回。よし！ちょっとは未来が見えた。ちょっと待ってね。あと銃持ってるやつ二人か。まず、いけそうなやつから。つまり、お前。して、こっち行きの。ここの部屋は殲滅可能でしょ？で、次。お前が来たら、行く。アフ、アフ、アフ。で、オッケー。はい。疲れた、もう。疲れた。辛いよ、ホットライン。早く終わりにしたい、こんなゲーム。もう。こんなにも神経を腐らせるというか、そんなゲームはない。ちょっと待ってくれ。別のメモ帳を取ってくる。あ、ここメモ帳取らせるとこからね。わかった。これ必要かな？このアクション。よし、続けてくれ。それで裁判が始まるのを待ってたんだ。知ってるかな？刑務所にいると時間が経つのが遅く感じるんだ。ある日、人が面会に来た。1998年。え、誰お前。こんにちは。誰です？言ったろ？奴には俺たちのことがわからないって。なぜここに？仕事の仕上げに来たんだ。念のためだ。どうやら取り越し苦労だったらしい。言ってる意味がわからないんですが。ああ、そうだろうな。せっかく来たんだ。お別れの挨拶をしよう。お別れ？ああ、お前はよくやってくれた。だが、どうやらお前にはもう時間がないようだ。何の話です？いずれわかるさ。また会えて嬉しかった。でももう行かなきゃならない。元気でな。リリース。あ、ちょっと待って、一旦切ります。ちゅうことで、連邦強制施設、今回これで終了したいと思います。ではでは次回もまた、惨劇のマイアミで会いましょう。We'll be right back.